ねえ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 、何ですか？今日はマリアがピンクラ TV のデビューをして約2ヶ月が経ったということでインタビューをしていきます。怖い。直撃インタビューです。もうマリアがどう思ってるのかをズバズバと聞いていきたいと思います。今ピンクラテ TV に約2ヶ月間出演してみて率直にどう思ってる？なんか、オーディション出て、こうやってなれたけど、YouTube には出てるっていうことは分かってるけど、メンバーになったっていうのなんかまだ実感が湧かない感じです。まだ実感湧かないんだね。なんでなんで？なんか本当になったんだっていう感覚がまだなくて、夢だった？慣れた？まだ夢心地？まだそうです。そうなんだね、実際にピンクラテ TV の動画に出てる自分とかって毎回見てる？毎回は見てないんですけど、ちょっと恥ずかしくて、友達とかが見たよって言ってくれて、なんかどこら辺が面白かったとか教えてくれて、なんか教えてもらったのをちょっと見るとかしてます。そうなんだ。はい。じゃあなんか友達からの反応とかってどうだった？最終終わって、で次の学校の時に教室行ったら、もうみんなわーって来て、おめでとうって言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しいね。みんなじゃあピンクラテドリームマッチの審査の時から応援してくれてたんだ。はい。じゃあ家族の反応とかは、家族とか親戚とか、そのなんかドリームマッチ出てる時とか、まあ、新メンバー決まってピンクラテ TV のメンバーになった時とかの反応とかってどうだった？やっぱりおめでとうっていうのが一番最初で、その後は頑張ってみたいな感じです。そうだよね。みんな家族とか親戚とかも動画見たよとか、なんか動画の感想とかって言ってくれてる？はい、言ってくれます。いいね、みんな見てくれてるんだね。ピンクラテ TV に入ってみてメンバーの仲の良さとか、メンバーってこういう感じだったんだみたいな、なんか思ったことあったりする？メイちゃんとセリちゃんめっちゃ仲いいなって。うんで、なんかセリちゃん大人っぽいからなんかちょっと静かだと思ってたんですけど、なんかめいちゃんと一緒にいたらすっごい楽しそうで、いつもワイワイしてるなって思います。なんかメンバーになって知ったこととか驚いたこととか、なんかピンクラテ TV のメンバーだから分かる何かがあったりする？ NG とか出せないけど、カットされた場面、動画撮影してる時のね、分かるので、すごいちょっとここカットされたんだなみたいな、見てて面白いなって思います。確かにね、動画撮影してるとね、その裏側とかも全部知ってるけど、あ、ここカットされてるとか、ね、あ、ここ使われてないんだみたいな、ね、裏側まで知れるのがいいよね。そうだね。ちなみになんかピンクラテ TV に入る前からピンクラテ TV って見てた？え、見てました。じゃあなんか見てた時のピンクラテ TV と入ってみた後、自分がメンバーになったピンクラテ TV と何か違うところってあったりする？なんか結構思ってたのと、結構あんまり変わらなかったです。そのまんまだった？はい。なんかピンクラテ TV の印象ってどんな感じだったの？なんかもう見てても楽しいし、で実際にやってみても楽しいし、どっちにしろ楽しいっていう感じです。めちゃめちゃいいこと言ってくれてる。いいね。マリア自身、今ピンクラテ TV のメンバーになって約2ヶ月が経ったんだけど、なんか反省点とか、動画でもっとこうしたかったな、まあ、過去形になっちゃうんだけど、なんかそういう2ヶ月経った今言える反省点みたいなところってあったりする？まだ
ょっと慣れてなくて、うんうんうん、みんなの場にいるとちょっと緊張しちゃって、うん、素が出せないっていうのがあって、うんうんうん、なんか友達とかも見てて、うんうん、学校のマリアじゃないねみたいなことをよく言われるので、うんうんうん、もうちょっと素を出していけたらいいなって思います、うんうんうん、もっといろんなマリアを見れることをめっちゃみんな期待してるじゃあ最後に、はい、ピンカナペ TV のメンバーになって今後の意気込みをお願いします。これから頑張ってもっともっと素を出して皆さんに新しい一面をお見せしたいなって思ってるのでこれからもよろしくお願いします。なんかモノマネでもしたくなんかありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日はマリアに2ヶ月経ってどうっていう直撃インタビューをしてみましたどうだったでしょうか。変な質問とか来るかなって思ったけど、うん、全然変じゃなくてちょっとホッとしました真面目なお話をねこれからはねちょっといろんな無茶ぶりとかドッキリだったりとかもきっとあると思うのでまたこれから撮影楽しんでいこうね。はい、お願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。